カスとおしぼりは各階にもありますので、はい、でもないです。日本酒って温めるとこれ変化する。あと温度を大事に変えてあります。日本酒って大体最初の味わいと中でどういう膨らみをして消えるときどういう味がするかっていうんですけど、真ん中しかないんですよ。へえ。最初あれ水かなと思ってたら旨味というか香りが広がってきて、で気づいたら消えてるんですよ。どれこれとか飲んでみたいなって気持ちなんですけど、シューマイに合わせると買うとトカチ用ありかなと思ったりとか、さらに砂糖よりも入れていただくと言っているので、ワニガキならでも結構おとなしいというか王道な味のほら、そうですね、綺麗な、綺麗ですねっていう感じにはなりますけど、これも気になってます。オーストラリアの場合と何が違うんだろう。リモロスギはあのタラってことが近いのかな。トーパスっていうお米を使っています、はい、天気とかムロスギどこで作ってみたっていう、シューマイは僕の主婦考えです。決めきれない。もう一個おつまみをサラダクスパネで、それに合うカツをサラダクスチョイスで選ばれてね。もしもらったら、どこを使ってくるの。見てる感じグラスじゃない。うん、そんな気がする。グラスも出てるよね。90年代。もうちょっとあるんじゃないですか。うん、肉寿司が合うってあちこさんが言ってた。まずは。肉寿司で。はい。肉の旨味と、うん、お米の甘みでもなんか幸せでした。うん、ああ、合わさることによってより確かに。お肉とジコンの相性が最強なんだと思う。最強っすね。ね。なんかこれ組み合わせることで、うん、甘みと磯の香りの純粋な美味しいところだけが残る。ね、残る。わかる。わかる。お肉にはジコンです。間違いないです。これはもうこれがマリアージュだね。マリアージュ。そう、あの、はい、そこら辺でマリアージュって言ってる人たちに言わせたい。自己愛想ね。すごくらい合うと思います。ああ、確かにそうね。そうね、その自己愛想ね。ああ確かにそうね。そうね、その磯むくさみレベルで言うとね。あちこ先生、編集途中の動画を見ていただいておりますけれども、はい、普段はね、一滴では楽しんでいただきたいということで、はい、なのでそんなにあのお客様にこうあだこうだこちらからあの申し上げることはないんですけど、楽しんの社員ということですからね、はい、しかも日本酒をお勉強中ということで伺っておりますので、はいはい、一応ちょっと簡単な講釈を入れさせていただこうかと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、ウニクとジコンの発端にしき火入れを合わせたんですよね。先ほどサラタさんがおっしゃっていた火入れは2回火入れをしているのでアルコールだなと思うんですけど、ここですね、瓶に書いてある火入れという文字だけで昔は2回火入れをしていたんだなっていう知識が終わりなところはさすがだなと思います。ですがですね、あのジコンをはじめとしたフルーティーな香りを特徴としている日本酒って火入れの技術も大変進んでいまして、1回だけ火入れをしているんですね。
しかもジコンなんかはですね、パストライザーという火入れの方法を使っているので、実は火入れをした後も生のプチプチっとしたガスの感じが残っていたり、生のフレッシュ感とかが全く遜色なく残ってる状態なんですね。なのでおそらくジコン、パイナップルとかリンゴを思わせるようなジューシーなお酒なんですけれども、火入れ2回火入れしてる、おそらく香りがない辛い酒だって、きっと頭で飲んでしまったところが終わりなんじゃないかなと思います。ウニって脂肪酸でできてるんですよ。なのでああいったあのジコンとか、おそらく例えば14代とか東洋美人さんとか、そういう、香り立ちの高いお酒との相性ってすごくいいんですね。ペアリングとして磯の香りを立たせたいというよりも、この脂肪酸同士マリアージュを楽しんでいただきたいという感じがあるので、粒貝も全くなしではないですが、イクラだったりとか、はい、そちらの方がもしかしたら合うかもしれないなと思いますね。はちょっとこう見たところ赤身の部分が強いので、もうちょっとこうアミノ酸系のものだと、で少し油を受け止める酸があるっていう方向で考えてます。でもただの焼肉じゃなく、そこに酢飯が入ってるっていうバランスも考えて、はい。水の柔らかさですね。京都のソープの宮間西です。ソープさん、すごいですよ。なんか日本酒って大体最初の味わいと中でどういう膨らみをして、消えるときどういう味がするかっていうんですけど、真ん中しかないんですよ。へえ。最初あれ水かなと思ってたら旨味というか香りが広がっていて、で気づいたら消えてるんです。あれなくなったのかなと思って、もう一回ついつい次の一杯飲んじゃうっていう、そうかさ、すごい面白いなって思って、最初ほぼ水だと思って、そうく京都の伏見の藤岡修造さんのお酒です。そうくの特徴としましては、水のようにサラサラはしていたかな、うん、っていう感じですね。あ、でも非常に米本来のしっかりとした甘みと優しい香り立ちが、その京都の伏見の軟水と相まって、すごく心地の良い飲み口なので、まあ、そこをお水と捉えたのかなと思います。これ肉寿司と合わせるとどうなるか、いただきます。肉の質も見てたよ。あのね、僕もともとソープ知ってるんですけど、ソープの新たな一面が出てきました。あ、こいつこんなところもあったんだなって。さっきその真ん中で膨らむお酒っていうちょっと話をしたんですけど、最初から本気が出てます。入った瞬間にうまいっていうのが来て、先にあのソープが引けていくんですよ。でそこからお肉の旨みが後追いできて、もう波状攻撃がもう本当に今の話を聞いて思うのは、肉おじさんは人の運に恵まれてるなっていうのと、あきこさん格之進来てくださってよかったなっていうのと、日本酒が好きな人、肉が好きな人はぜひ一滴に来ていただきたい、はい、この体験を週に3回できるっていうのはマジで安い。安いっす。格之進のここ肉学校、はい、肉学校の3階でございますね。はい、私水木金、大体6時半か7時が1回転目、そして、8時半からが2回転目という感じで、1日2回スタート制でやっております。
料金がですね、会員様でない場合は今のところ、税込みサービス料込みお一人様1万1000円で受けたままでおります。ですがサブスクに申し込んでいただくとですね、毎回2名様分のお席を確保して月に2人で何回来ても37,400円。安い。これは本当に安すぎると思います。これ本当に安いんですよ。あとは毎回毎回その週ごとにテーマが変わっているんですね。例えば今週であれば山田錦の会って言って、酒米の王様山田錦がどんなに美味しいお酒なのか、どれぐらい味わいが違うのかっていうのを10種類ぐらいのお酒を皆さんに楽しんでいただきながら、それに合うコース料理をご用意して、でメインは必ず格之進の熟成肉っていうことで、とてもご好評いただいております。クラッキー暗く系豆。豆にその馬の蔵がかかっているような色味してるから暗がけ豆。あ、暗がけ豆ね。はいはいはい。すごい。なんか最初その、24時間お水につけて、でそこから15分だけ煮て、そこからもう一回その出汁につけ込んでいただく豆だそうで。これがちょっとアラバシリに合うということで出してる。はい。ちょっと日本酒だけいただきます。はい、まずは。飲みたかった。はい。石川のお酒なんですけど、はい、いいお酒で、食中酒としてすごい好きなお酒なんですよ。はい。うまいっす。好みなんだね。好力という。ここはだいぶ味覚がバグってるんで、はい、その雑味がちょっと入ってるのが好きなんですよ。あ、分かる。アラバシリってその日本酒を取るときに、うん、その中取りが一番美味しいって言われてるんですけど、うん、最初に出てくるのがアラバシリっていうのが、それこそ3段階ぐらい。はい、まあ、最後は絞り切るときにどれぐらい圧力かけて、その駒、残っているのを絞り切るのかっていうところはちょっと違うんですけど、まあ、中取りが一番美味しいって言われてるけど、アラバシリがそのお米のいろんな風味が出てくるので、そのお米の本当の良さとかっていうのは僕は好きだそうです。一般にはないっていう話題を、そうね、そうね。いや、サラダ君は来るべくして格之進に来た感じあるね。このお豆が、結構味が強いんですよ。だしに漬け込んでるんで、癖がちょっと、まあ、癖って言ってあるんですけど、うんうんうん、結構強めのお味がして、うんうん、そのアラバシリの旨味成分が引き立つようにお豆が準備してくれる。最後に結構風味がふわーっていくときにアラバシリを合わせる。春っぽい？数年いけますか。植物由来の自然の苦味にすごい合う気がする、このお酒が。もいいんですけど、顕微鏡を飲みたいです。一番余ると思うよ、多分。いや、顕微鏡ないんですよ。あ、ないんか、ないんか。顕微鏡は兵庫のお酒なんですけど、もともと黄色みがかかって古酒に近いような味がもともと出ているお酒なんですけど、まあ、なんか清酒とかでも結構特殊な部類で、結構だいぶ日本酒慣れしてるというか、癖があるお酒を飲める人じゃないと飲めないお酒なんですけど、ただその顕微鏡とこの吹きは合う気がするな。確かに、この吹きは、この吹きも俺に合うお酒知ってんだろっていう声が聞こえる。これはね、古酒のタイプが合う気がしますね。もう合う。ショートケーキ食べたような味。ああ、なるほどね。しかもグランマニエ聞いた感じなの。うん、なんでなんでこんなにふわっとするの？アラバシリの、そのアミノ酸の入ったちょっと辛みのある感じが、クリームチーズの、まあ、若干の苦みを消して甘いとこだけ。だから日本酒が入っマスキングしてるんだ。
マスキングです。そうです。お酒の辛さみたいなのを感じない状態で何が残るかっていうと甘さなんですよ。あチーズ その発酵している癖みたいなところを感じさせない状態にして何が残るかというと甘みなんですよ。何が残るかというと甘みなんですよ。ね、さっきもサラダさんおっしゃってたように特徴としては脂質が非常に粗いんですよね、まあ、雑味っていう感じ方もありますし、あとはこう本当粗いんですよね、うん、そのシャープさがあったり要は滑らかさのそれほどない感じになる。通年で出てる菊姫って非常に円熟したぽってりとしたまろやかな旨味が特徴の、お酒なんですよね。それがこの新酒の季節だけ、あえて緊張の荒ましりを出します。本当に1年にほんの短い季節のこの嬉しさ、ちょっと青臭さをぜひ味わってみてくださいっていう感じのお酒なので、生の青臭さというのもあるので、茎とか豆とかそういったものにとてもよく合うお酒ですね。クリームチーズとの相性でショートケーキになったっていうのはこれある意味正解です。クリームチーズのまろやかさと菊姫が相まって生クリーム感とスポンジ感が出てくるのはあってます。そしてその荒走りの生の荒々しいところがおそらくイチゴなんでしょうね。はい、その、お口の中の感覚は非常に素晴らしいと思います。ケンビシのお酒も茎と合わせるとちょっとね、茎をもうちょっと煮汁にお醤油を足したような感覚になると思います。今回はちょっとあっさりめのお出汁だったので、もしこの菊姫の、吟醸荒走りと合わせていただくと茎本来のこのグリーンの香りっていうのがとても楽しめるし、先ほどおっしゃっていたケンビシさんの酒と合わせていただくと煮たふきとしての、より深い味わいっていうのが楽しんでいただけるっていう、それぞれ別の楽しみ方があるので、はい、いいと思います。今日はちょっとサラダ君は、まあ、格之進の社員であり日本酒をこれからも極めていきたいという思いがあるからこそ、あきこさんが今までいろんな全国各地を、ね、回ってこられて知見をちょっとだけお見せしたんですけど普段は日本酒を楽しんでいただくことを一番に、はい、すごくお勉強されたい方はもちろん何でも聞いてくだされば何でもお答えしますし、ただただお連れ様と楽しく飲みたい楽しく食べたいという方はもう私もそっとしておきますので、はい、ぜひゆっくりと楽しんでいただければなと思います。鉄道鉄尾日本酒しか出ないお店なので残念ながらハイボールとかサワーとかは置いてございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。